飽きていた。その頃のマンネリ化したビデオゲームに。別につまらないわけじゃない。けれど何かが足りなかった。そんな時彼らは出会う。1993年、ちょうどバーチャルリアリティなんて言葉が浸透しだした時代だ。3D でアーケードでっていう。しかもそれがものすごい綺麗なモーションで動いてる。あとその技当たった時の音とかモーションがすげえかっこいいなと思ってて、やっぱその辺は 2D にない魅力じゃないですか。これまでの 2D 格闘ゲームが平面の世界だったのに対し、表現が困難とされてた人間の動作と速さのある格闘技の動きを滑らかに、そしてリアルに表現したバーチャファイターはしっかりとした立体の世界だった。動きがリアルならばキャラクターの躍動、そして痛みまでが伝わってくる。それは紛れもないバーチャルリアリティだった。特に印象的だったのは、ね、影の一本背負いからみたいな投げ、あのモーションがもう素晴らしいと思って、あれを AO 優勝なのかな、 AM 賞だ、ちょっとなんか分かんないですけど、その賞の出展バージョンを見た時すごくえらいびっくりしたので。まあ、開発してる途中で、ああこれあのその頃ストリートファイターズってすごく流行ったじゃないですか。であれとは違った面白さを持ってるなっていうのですごい遊んでた記憶がありますね。だからあの受け入れる人たちには受けられるんじゃないかっていうような、そんな感じは思ってました。バーチャファイターというたった一つのおもちゃはその後多くの少年たちを進化させていく。人間の基本性能というものがバージョンアップ可能ならば、彼らの動体視力と反射神経は間違いなく最新型へと進化する。そして最新型の少年たちは大きな波を巻き起こしていく。ウェルカムリアル、リアルムーブメントバーチャファイター。ボタン6個の格闘ゲームが主流だったこの時代に突然現れたこのカクカクとしたボタン3個の格闘ゲームは明らかに異質だった、他社でいないんですよ、やっぱどこにも。で本当に流行ってなかったですからね、誰もやってなかったし、やっぱ当時の主流がメガロ50ってあの2人横並びなわけですよね。だからあの1人がやってるところに横にこうベンチシートに横にこう座るわけです。でおもむろに無言で隣でこうカチャカチャやってんのに、隣の人間がこう100円入れるのがこうちょっと視界に入ったりとかして、やっぱすごい気まずい対戦でしたよね、あっても。そんなのも本当にごくたまにです。この異質なゲームをいち早く受け入れた場所がある。新宿西口、家電量販店と雑居ビルが立ち並ぶその一角に数軒のゲームセンターが集まるエリアがあった。ある程度バーチャの対戦台みたいなものは一応 この界隈のゲーセンとかにも普及してて、まあ、そっからちょっとまず結構びっくりしたんですけどね、対戦台ってものがあるっていうこと自体、バーチャのそれなりに人はやってた頃なんでしょうね。あの少なくとも対戦相手は途切れずずっと回転してたんで。この夜は誰にも負けないなみたいな夜とかやっぱこう感覚としてあったりするわけですよ。まあそれでも20、30で連勝は切れちゃったりはするんですけど、まあ、ただそんなのたまたま1回負けただけじゃんぐらいな感じで、だから98人ってやるのに多分3時間ぐらいはかかってて、20とかは全然普通で、100円入れて20ってのは当たり前なんですよ。ただその98とかっていうのをやる前に50とかっていう数字があったかっていうとそうじゃなくって、だいたい 2,30 で1回もう集中力切れるんでしょうねぐらいは普通に勝ってた時期なんですけど、ただそれがずっとつながってったっていうのが、最長そういう数字だったんでしょうね、そしてその頃羽田はある男の噂を耳にする。
そいつは新宿ジャッキーと呼ばれていた。バーチャー1の頃、当初僕たびたび名前出てくる渋谷陽一さんという人とよく一緒に通ったりはしてたんですけど、歌舞伎町のカーニバルっていう24時間やってたゲーセンで、その渋谷さんの友達たちがものすごい強いジャッキーがいたと。でやつは新宿ジャッキーだっつって、でじゃあその新宿ジャッキーっていうやつをじゃあ今度倒しに行こうとかっつって、青山から夜中タクシーで渋谷さんと二人でその新宿の歌舞伎町行ったり、あともう人巡りはするわけですよね、いろんなゲーセン、閉店直前の。でもまあなんか、その新宿ジャッキーと言われてたらしき人物はおらず、またその渋谷さんの友達みたいな人たちもまた次に遭遇はしたらしいんですけど、よくよくやってみると実はなんか全然強くなかったらしいみたいな話だけ聞いたりはしてて、ただやっぱりそこでそのフレーズ名前だけは、追い求めていた対象みたいなものとしてもうすでにあって、じゃあだったらそれそのままこうちょっといただく形でいいのかなみたいな、なんか強ければいいんだよねみたいな、そのぐらいの感じで名乗らせていただきますよみたいなことはちょっと記事に書いたのかな。新宿ジャッキー、キャラ名と地名を組み合わせた一見格好の悪いこの名前を羽田は自ら名乗り始める。ずっと朝から晩までやって、それで電車でこう家帰るときに電車での中で椅子に座ってる人たちを見ると、あ、中断だと思うんですよ。しゃがんでる、しゃがんで、こいつらしゃがんでるから中断攻撃は当たるみたいなそれぐらいな感じですかね。もうずっとばあちゃんのことしか考えてなかったんです。そして新宿ジャッキーは全国規模で噂になる。スポット21の名前とともにで、なんか新宿でレベル高いゲーセンがあるって聞いて、スポット21来いと言ったら、なんかすごい強いジャッキーがいたんで、そこにずっとまあ乱入したりとか、まあ、あとその噂を聞きつけていろんな人が来てたんで、その人とも対戦したりとか。やっぱ新宿のゲーセンですからちょっと暗い部分があって、最初入るの怖かったんですけどね。バーチャで対戦台が埋まってること自体結構珍しくって、バーチャってやっぱスト2ほど人気なくて、やっぱ対戦相手結構困ったりしたんですよ、1の頃って。最初の頃はそれでもやっぱ対戦相手は常に入ってきたから、それだけでもすごい新鮮で、じゃあ、まあ、とりあえずやろうっつってやって、まあ、そこでも連勝できて、そこでなんか周りからこう、あんたサラで強いやつがいるみたいな、あんたがサラで強いやつかみたいな、まあ、ちょうどこう、まあ、コンビネーションとかいろいろ自分で考えたりとかしてて、でそれはもううまい具合にみんな騙されて当たってくれてで連勝を重ねてって、やっぱ勝てば面白いですから、最初に勝てたっていうのは、まあ、最初やっぱ負けてたら多分ここまでやってないですから、お金かかりますからね。100円でちょっとしばらく遊べるんで、まあ、他の人は100円ね、100円で1分ぐらいしか遊べないんですけど、僕はまあ2時間とか3時間とか平気で遊べてました。麻雀行って、新宿の常連で麻雀行った時に、なんか名前書くじゃないですか、卓で誰誰とか、池袋サラとかなんちゃらなんちゃらとか書いて、で俺の番になって、で俺なかったんですよ、その頃なんて書かれるのかな、だから住んでた地元とキャラ名かなと思ってたら、いきなりブンブン丸とか書かれて、なんでそれなんですかって聞いたら、いやもうジャイアントスイングばっかするから、ああなるほど。だバーチャー全然興味なくて、てか出たのもよく知んなくて、であれだ、スパ2の X のなんか先行入荷だから受けてやってるゲーセンがあるっつって、それ行って行ったらバーチャーもういたって、そっからっすね。ジェフリーやった最初で、一回ジェフリーでなんか
3店舗合同だかなんだかの大会ありましたよね。それに出てサクッと死んだ。なんか確かラウで天津反射で投げられまくって、あ、こういうゲームなんだと思って殺されて、そこからですね本格的に始めた。池袋だと勝てるんですよ。池袋だと勝てるんですけど、それ以上がないじゃないですか。普通の作業になってしまうんで、でもスポット行くとやっぱり強いのはやっぱいっぱい集まってきて、そのバーチャファイタートゥデイのおかげかなんか知らないですけど、人はいっぱい集まってきてるんで、週末で100とか200とか普通にいて、入れねえだろ俺みたいな、プレーしなくても見てるみたいな、もう金曜日なんかもう本当に祭りみたいな感じで、プレーしてる人と見る人みたいな、ちゃんと区分けができてて、それでなんかもうすごいエネルギーがそこに磁場みたいなのができてて、あれはなんか、ああすごいことになってきたなっていう、そんなことを覚えてますね、あの頃は。これ平日が予選大会みたいなのをやって、上位覚えてないですけど、まあ、2人とか3人とかが勝ち抜け決勝大会みたいな感じだったんですよね。一応予選は通って決勝には進めたんですけど、当日すごい熱出して、なんかもう頭がグラグラしてる状態で、1回戦がサラリーマンサラという人と当たってですね、全く何も覚えてない感じで負けましたね。でその一方でなんかまあブンブンが騒いでたりしたのはもうすごく覚えてますけど、最悪ですね。バグバグ、ブンブン丸と1回戦か2回戦で戦った時に、ジャイアンツスイングが1センチも減らなかったっていう、まあバグといえばバグなんですけど、本当はそれで負けてたんですよ。ところがそれ1センチしか減らなかった。いや、あの頃は相当勝つ自信があって、まあ結構もう五分だったんですよ、あの頃とかって。で吉峰さんの癖がもう分かってて、大会で当たったらもうこれ癖につけ込めば勝てるなっていう自信は自分の中で結構あって、でやったらなんかね、おい減らねえじゃんみたいな。見てました。そうですね、ちょうどなんかそのちょうどその頃開発者出てこいと言われて、塚本さんが何かインタビューに答えてたような記憶がありますけどね。あの時はああそれはあるねってで心の中で思いながら、塚本さん頑張ってくださいっていう、そんな感じで、やってました。でそこでその、まあ、多分ブームはひよったんでしょうね。そのおかげで勝てて、まあ、そのままトントン拍子で、あとはもう敵いなかったですからね。この大会以降、バーチャファイターシーンは急速な加速を始める。まず今にして思えば、あれ吉宮さん勝ってよかったっすよ。いやあれ、俺が最初のライブ予報で勝つよりもやっぱ吉宮さんが勝ったからあんだけ盛り上がったって絶対あると思う。だってやんないもん、あんな人ゲーム普通。そのメディア受けの問題でやっぱあれヒットの要因の一つ、最初の大会で池袋サラが勝ったっていうのは絶対重要、あれ。あれ俺がもう負けたのは運命ですよ。しょうがない、あれは。2つ並べちゃうと1がなんかもう壊れてるんじゃないかと思えるような、そんな風に見えたのがもう自分も信じられなかったですよね。想像を超える衝撃がそこにはあった。いや違和感バリバリありますよね。もう最初あのスピードにはついていけなかったですね。その2も置いてあって1も置いてあったじゃないですか。最初目が慣れないんですよ、全然こうやって見比べても。で2しばらく見てから1見るとあれみたいな、俺こんなゲームやったのかよみたいな感じで。1994年冬、バーチャファイター2リリース。レイゴー。何しろバーチャ2はすごかった。テクスチャーマッピングが施され、秒間60フレームで滑らかに動くキャラクターからは体温を感じ、より写実的になった背景や舞台からはその場の空気を感じる。ワンとあまりにもかけ離れたその映像はとにかく衝撃的だった。
そしてスポット21はバーチャの聖地として大きな熱を持っていた。もうそうですね、あの頃に初めてですかね、ゲームのそのやりに行こうっていうので遠征みたいなことを、居酒屋さんって人がいて、あのファミ通に、その人がなんかゲーメストの影がなんか新相談使ってすげえ連勝したっていう書き込みがネットにあったって話を聞いて、あの町田になんかそのすごい、ゲーメスト影がいるからみたいなことで、じゃあ町田行こうぜみたいな話になって、あ、じゃあ、あのブンブンと居酒屋さんじゃ行くんだったらついてきますけどみたいな、そのぐらいだったんですよ。俺と新宿ジャッキーとその居酒屋影っていうので3人で町田に行ったのが最初ですね。遠征文化っていうのは割とあるんですよ、そのカプコンのゲームであっても。昔から対戦格闘はあの、まあ、道場破り的なそういったシチュエーションが あって、あの何人かで噂のお店に乗り込むみたいなっていうのがあったんで、まあバーチャで新宿で来たっていうのは、おおついに来たかみたいな、そんな受け止め方でしたけどね。その頃町田に住んでたんですけど、山岸さんから電話がかかってきて、家に携帯かな、うん、とにかく連絡があって、アテナに新宿勢が攻めてきたと、だから早く来いって連絡があったんですけど、いなかった寝てたらしい。でその間ね、一応影使いがもう一人町田にいて、チェッコリーという人がいたんですけど、これキャサオかよ、いやちょっと弱えなみたいな話をしながら、で新宿勢はキャサオ弱えよっていう感じで、で、まあ、2時間ぐらいにまた山内さんから電話がかかってきて、早く来いとで行って、まあ、ちょっと対戦したって感じですかね。はい、1と2と、サタンかな、サタンの大会があると。でそれの2の、店舗予選を秋葉原で出て優勝したんですよ。で秋葉原代表で、で町田でプレーしてて、でその時にそれが終わって、そのエリア大会ですかね、エリア大会で、まあ、僕が町田にいるという情報が流れ始め、強い、まあ、強い影がいるんじゃみたいな情報が流れ始めて、でまあ、新宿ジャッキーとブンブン丸と、まあ、当時居酒屋影という人がいたんですけど、まあ、その3人ぐらいが町田に来て対戦した記憶がありますけどね。まあ、ブンブンはその頃 PK キャンセルで、まあ、こっちを翻弄しつつ、まあ、まあ俺は肘 PK 流液薬みたいな感じで殺してたりとかしてたんですけど、まあ五分とかそういう感じだったんですかね。勝ち越した、その時は絶対間違いない。あいつに聞いたら、いやそんなことねえって言うと思うんだけど、あの頃はなんかシャガパンから肘と指線やってくるだけで、そんなになんか読みの幅が広くないなっていうふうに感じたんで、それの癖だけ見てればなんとかなったかなっていう。ね、誰かが京都にで強い連中がいるっていう話をしてて、それはネットで当時はパソ通ですかで噂になってて、要は勝ち方がもう全部リングアウトなんですよ。要は KO じゃないですか、全部リングアウトで、なんでリングアウトで 何百勝もするんだよなっていう感じで、20人ぐらいですかね、20人ぐらい、まあ、いわゆるもうスポットの常連というより関東勢で、20人ぐらいで京都に1回行ったことがあって、もう本当大門目的で、誰も大門に勝てなかったんですよ、ね、あれはすごいやっぱショックでしたね。東京でみんな強い強いって言われてる人間がことごとくやられてて、そのドラゴンってゲーセンでやって、最初3人でこれいけんじゃんみたいな風に思ってたんですよ。だからそれからそのタッチマン情報を駆使されたあたりから、こりゃ勝てみたいな感じで、結局だから京都行った時に俺あいつに一回も勝ってないんですよ。うん、大門ラウ登場。
大問題ブンブン丸これさ果たして止めれるのか。ミスター終わったで、柏も行ってて、柏も勝ってなくて、で、結局2人合わせて5、60連敗ぐらいしてすこすこにされて帰ってみたいな。いやまあ大したことないなと正直言うといやもう笑けましたね、ええ、いやもう強い強いって言って、ダイモンラウってなんやねんっていうぐらいの勢いで来たわけじゃないですか、京都に。でそれが全然勝てねえよ、なんかまだザプソンが勝てそうだみたいな、そんな感じで、でもう本当に覚えてるよみたいな捨て台詞でこう帰っていったっていう、そういうのがすごく印象的、なんかやっぱり嬉しかったですね。その一緒にやってるメンバーがもうトッププレイヤーに通用するぞみたいな。最初は出し方分からへんかって、勝手に出るっていう現象がね何回かあって、それでまあ僕の友達がなんかやり方見つけてくれて、まあ僕もあんまり器用じゃないから、うん、最初自分で出せへんし、まあ、なくても勝てたからこんなもんどうでもいいやと勝ちゃいいやと思ってたんやけど、なんか次第に自分でも出せるようになってから、これ強いぞと、うん、研究すればするほどあの時はいろんなことが出てきて、それがあまりその地方でそんなに今ほど、情報が流れて入り混じったりしなかったじゃないですか。だから最先端の情報を持ってる地方の方が強かったりとか、だからゲームをやりつつ研究もする、でそれがまた戦った時にこう使ってみて驚かせられるっていうのがもうすごく楽しくて、それでやってましたね。だからあの二人がそこでまた多分やられた方はやる気なくなるんですよ、で持って帰って向こうでまた盛り上がってっていう。いや相当焦りましたよ、うん、だからそこからまず東京に帰ってもう周りのラウズ会全員にタッチャー状を教えて、こう自分でやってこれがやばいんですよこれがやばいんですよつって覚えさせて、そこから攻略スタートみたいな。その大会があるまで、多分ねブンブン丸勝ったことないんじゃないかなっていうぐらいで、その16チーム の, その組み合わせを決める抽選会、そのダイモンチームはもうすでに引いてて、やりますダイモンで OK 4番だけやな13番だ、まあ、トーナメントどこか忘れたけど、まあ、トーナメント A ブロックの1とかって決まってたとしたら、ブンブン丸が宣言したんですよ、 A の2でみたいな。今回は14枚がそれは、でこう引いて出したら A の2を引いて舞台整ったよほいみたいな。僕先方で行って負けたんですね、確かマンザサンシャークに僕が出てブルンブルンが出て負けて、でその後、ダイモンが出て、ダイモン結構負けそうになったんですよ。まずマンちゃんがノリノリだったっつうのと、でそのマンちゃん負けた後のカサイラウいたんですけど、カサイラウもあと一歩まで行ってて全然勝ちに等しいみたいな内容だったんですよ。でそれで俺の番が来たから、自分的には相当盛り上がってましたけどね。あれ余裕で勝てるだろうと思ってましたね。とにかく
うん、その頃は達者上どうすれば対応できるんだろうみたいな話で、もう一瞬で2本取られたんですよね。で、あ、やっぱ無理なのみたいな。そしたらね、そっからね、なんか覚醒したのかなんか分かんないですけど、しゃがみバックダッシュしかねえなみたいな話を、その新宿ジャッキーと、うん、導き出した結果がそれで、社長 P に対してはバックダッシュしかないっていう風にしてやってたんですけど、実際の大会とかやっぱ難しいんですよ。できないんですよ。で彼はやったんですよ。それだからすごい盛り上がりになったんですね、あれはね。射場 P をガードしてしゃがみバックステップからのジャイアントスイングっていうのがもうことごとく決まり、あれ超盛り上がった。あれを超える勝負をあまり思いつかない、まあ、多分彼はあの試合で一勝で一番いい動きしたんじゃないかな。正直盛り上がったっていうのは、ちょっと自分の記憶ではなかったんで、自分もちょっとビビってましたね。なんなんだこれはみたいな。もう絶対300人400人入らないようなゲーセンなのに、そんなとこに入っちまったもんだから、300人400人が。その年の夏はもう営業になってなかったですね。僕、俺確かその時バイトやってたような気がするんだけど、うん、実際アテナで。そして全国はアテナ杯を知る。それはまだ町田にあるほんの小さなゲームセンターで開かれていた頃の話。95年夏、バーチャ2の盛り上がりはますます加速する。セガは新宿ジャッキー、池袋サラ、ブンブン丸など6名を鉄人と認定。彼らは全国のプレイヤーの目標となった。そして普段ゲームを扱わない一般メディアまでも彼らをスタープレイヤーとして扱い始める。しかも生活がね、180度変わりましたね。歩きゃあれ池袋サラダね。ちょっと表歩くのそれやっぱ怖かったですよね。だからこうやってこういうところで一人でやってるとやっぱいろんな人から話しかけられたりとか、新宿ジャッキーさんですか、うまいですねとか、なんかそれ どうやってやってるんですか、いろいろ聞かれるんですけど、もう本当にそういうのはとても苦痛だったりして。テレビ出たのでかいんじゃないですか。トゥナイトとか、あとアサヤンとか、その辺の影響はでかいんじゃないかな。そうです、まあ、名前売れてるから勝たなきゃいけないみたいなのは、まあ、基本的には誰にでもあると思うし、まあ、自分にも少なからずはあるんですけど、もう負けるたんびにへこんでましたね。知らない人に負けるたんびにね、やっぱ強い人に負ければ別にいいんですけど、なんかもうその辺なんかどう、その辺のサラリーマンとか女の子とかに負けるとかなりへこんでましたね。ああ、だからまあやっぱりその大会でもある程度勝たなきゃみたいなのは意識は働いてて、ただそれでも、店舗予選、地区予選、地区大会かな、全国大会ってある中でもうその途中で沈んでるわけですよね。まあでもしょうがないなぐらいの感じでしたけど。
バーチャファイター2全国大会。優勝者に新たな鉄人の称号が与えられるはずだったこの大会で事件は起こる。あれ結構僕が首謀者みたいなところがあって、その大会ってその鉄人枠みたいなことで天保予選地区予選すっ飛ばして本戦から出れたんですよね。っていうその鉄人枠を用意してもらっていて、でもうそれはもうあらかじめ決まってたんで、ある程度の結果を残せない場合は、まあ、それでも鉄人ですみたいなことは言ってられないなと思って、僕の中では、まあ、優勝とか準優勝とかそういう決めてはいなかったですけど、ある程度の成績が残せなかったらやめようと思ってたんですよね。大会終了後、新宿ジャッキー、池袋サラ、ブンブン丸、KK 雪風の4名が鉄人の称号返上を表明する。いやもうやっぱり限界を感じてたんでしょうね。もうこういうことをとりあえず返上するっていうことをすれば、その池袋サラとしての有名なこう強い池袋サラとしての、その使命感をちょっとでもこう外せるかなっていう、もう勝たなきゃいけないですからね、どこ行っても。あとやっぱり常に自問自答はあるわけですよね。これゲームだよなみたいな、結局非生産的な行為ですよね。人が作ったものを遊ばしてもらってるみたいな。でその時はまあちょっと楽しかったりするんだけど、あと何が残るのみたいなところはやっぱずっと常にあって、そうやって渦中の人間みたいな感じで揉まれてると、やっぱそういうこと余計考えるわけですよね。でやっぱ周りが加熱すればするほど僕の中で冷めていったりこうするわけですよね。ちょっとへそ曲がりなんで、そういうとこじゃないですかね。一応その鉄人としてそのゲーム盛り上げてこうみたいなところに、やっぱ少なからずみんなプライドあったんですよ。俺もそうだったし、でなんかその頃やってやっぱ結構スタイルとかも自由にされてた時代だったから、でなんか優勝しただけでなんかそういう風に鉄人とかになっちゃうのも嫌だなみたいな感じで、なんか決勝の頃とかの残りの戦い方は基本的に納得いってないし。優勝は大阪の残りだった。しかしそのプレイスタイルはマーチ、自らはあまり動かずリスクが少ない技を連続で打ち続ける、いわゆるチキンと呼ばれる戦法だった。さあ鉄人キャサを影を使っておりますが、後がありません。頑張ってほしいものです。安定でとりあえず削ってますね。そうですね、安定の攻撃ですね。あの X もですね、キャサの戦いぶりいろいろ見ております。こんなに硬いキャサを走るんですよ。でそれで同じ鉄人の土俵っつうのは納得いかないと思って、そのザーニとかにムカつくっつよりも、なんかそんな仕切りをするセガに対してムカついたっていうのが正直な僕の個人の意見ですけどね。この称号返上事件は当時新聞にも掲載され、バーチャファイターシーンにおいて大きな事件となった。21の熱気はとにかくすごかった。鉄人の噂を聞きつけ、プレイヤーが全国から集まり、他のゲームセンターとは明らかに違う空気が流れていた。2の終盤か2点してたばっかの頃に一人で行きましたよ、スポット21で。まあ、金曜日が一番盛り上がってるっていうふうに聞いてたんで、金曜とかあとまあ土曜日とか、まあまだ高校生だったんで、やっぱまあレベルが違うというか環境がやっぱ相当違うと思うんですよね。人的なものも多さもあると思うし、それで、やっぱり東京の方はすごいなっていう印象は受けましたけど、とりあえずもう台がこう並んでて、でそれをやってる人がいて、その後ろにもう2列3列
多い時はもう前の方にも筐体の画面が見えないぐらい人がいて、でもう1回プレイするのももう1人立ったらちょっとずつ前に行ってみたいな感じで、それぐらいもう人がいましたね。やっぱり人が本当多かったから、やっぱ純粋に楽しかったですね。あとあの頃ってのはやっぱり、なんちゅうのかな、みんな殺伐としてたから、そういう意味でやっぱ楽しかったですね。そこでまあその鉄人らもそうなんですけど、現在のチビタ、ちびっこアキラを見て、あいつ確かね、その頃中学生になったばっかだかなんだかで、いやガキだなみたいな、まあ基本的になんかアキラだったんで、まあ、戦い方大雑把だなっていう印象はあったんですけど、でもやっぱ大会結構2回戦3回戦とか上がってきてて、やっぱ腕自体はちゃんとしてるから、これすげえ成長すんじゃないのみたいな。でもそうです。でその頃初めて見て、で気づいたらもう一緒に町田でゲームやってましたね。きっかけ、きっかけなんだろう、学校サボってゲームセンター行ってたらバーチャファイターがあって、なんだこのゲームと思って、でずっとやり込んでね、ハマっちゃった。毎日やってた。学校行かないで10時からゲームセンター、バーチャやってた。アキラのね3段をね朝10時に行って練習するの。朝練習スポットはなんかそのゲームセンターのね常連さんに聞いてね、有名人倒しに行くっていうのよね、みんなで倒しに行ってね、負けた。柏にボコボコにされた、柏ジェフリーに。楽しかった。彼らは後に第三世代、サードジェネレーションと呼ばれることになる。そしてバーチャファイターは新たな時代へと進んでいく。それもまたショーの出展のバージョンとかだと、あのデモの映像が流れてたりしたんですよね。でモデル3とか言って新しい基盤で、グラフィックボードをモデル3で表現されたバーチャの新しい世界、そこには美しさがあった。レディーゴー。システム面でも大幅な変更があった。ステージにはアンジュレーション、高低差の概念が加えられ、戦術に大きな変化をもたらした。そしてもう一つの劇的な変更、それはボタンの追加だった。これまでの PKG の3ボタンにエスケープ、E ボタンが新たに配置された。軸をずらし相手の攻撃を避ける、このシステムはバーチャというゲームそのものを変えてしまった。そのエスケープがあるっていうそのシステム自体はいいんですけど、そのボタンが4つっていうのがちょっとやっぱ入りづらかったのかな。重い、なんかもっさりしてる。やっぱ2がすごいスピードあるゲームだったんで、まずすごいもっさりしててストレスを感じたっていうのと、まあ、画面はすげえなと思ったんですけど、なんかバーチャっぽくなかった。3がちょっとバーチャっぽくなかったかな。一番最初やった印象がクソゲーっていう印象でしたからね。2を狂ったようにやっていて、彼らはバーチャとしての違和感をこの3に対して感じていた。僕が思うのはやっぱその2ってすごいデジタルなイメージがあって、で3ってものすごい不確定要素が増えたじゃないですか。アンジュレーションもあり、でそのモーションのちょっとしたズレで入るコンボが入らなかったりとか、そういう不確定要素が増えたんで、すごく限定的なコンボであったりとか、ある場所のポイントポイントの戦い方、リングアウトのさせ方とかっていう、そういうこうものができてきて、
一番やっぱ良くなかったのが、あの結果的に技って実は遅くなってはいないんですけども、あの流れが止まっちゃうっていうところがあったじゃないですか、まあ、技をカツッと当てるとそこでこう跳ね返ったりとかっていうのがどうもその感覚的に合わないっていうのをよく聞きましたね。あの複雑化、より複雑なものを提示して、その中でまたさらに広がるものを作ってっていうような感じで作らせていただいて、まあ結果的に私たちは別に満足しないわけじゃなくて、あれはあれで一つの形だと思ってるんで、それはそれでいいんですけども、ただその2をやっていた方々からはそういうことがあまりよく受け入れられなかったっていうのは、やっぱその情報としてはすごくいただきました。何かが違う、この違和感を拭いきれないプレイヤーはバージから離れていく。3が出て2のプレイヤーが結構やめてった。だけどプレイヤー自体のプレイヤー人口自体は、まあ、2がねすごい人が多かったからまああれなんですけど、まあ、あの3が出てその2やってたプレイヤーがやめてったけど、3でまた新たな、だからあの年齢層がちょっと低くなった感じでプレイヤーはすごい増えましたね、3で。うん、いや別に思わないのにも新しいゲームだなと思って普通にやって、うん、すんなり普通に。いや僕2も結構まあ楽しくやらせてもらってたんですけど、まあそんな3より2の方が面白かったなとかあんま深くは考えたことがなかったんですよ。それは全然別のゲームっていう捉え方だったんですけど、比べるもんじゃないなと思って、3は3で面白いなと思って。3になってやっぱゲーム性が変わったっていうか、そこで初めてなんかゲームについて考えるっていう動作を本当し始めたかなって思います。まあ、2の盛り上がりが異常だったんで、だから3の出た時も、まあ、2のあの盛り上がりを期待してた人はたくさんいたんですけど、実際は、まあ、ゲームを一新して、まあ、成果的にもなんかこう変えていこうなんていう意図があったと思うんで、それは新しくなったんだ、これほどで盛り上がりそうだなんて感じでしたけどね。新世代プレイヤーたちによる全国大会、この大舞台は衝撃的な結末を迎える。信じられませんでしたね、本当に。それこそこんなカッコ悪いキャラで優勝すんのみたいな。正直あの栗田があれをやんなかった、やって初めてみんな高橋って強いんだみたいな。相撲キャラ高橋、ありえないとされたキャラでの栗田の優勝は衝撃的だった。もう当時あの本当地元でやってただけなんですよ。で全国的に他の地域のレベルとかも全く気にせずというか知らずにやってて、そのトーナメントで知ってる名前がチビタだけだったんですよ。でもマスクド富士鉄とかこのジャッキー強いよとか言われてもほうほうみたいな。なんだこいつと思ったんだ。試合する前に栗田と当たる前に高橋だからとりあえずこれは多分普通に勝てるから決勝戦までもう確定だなと思って、じゃあアストロと対戦するのかなと思ってたら負けちゃった。びっくりしたとは言わなくてもうムカついたすごい。ものすごい扱いづらいキャラなんで、もう弱いという印象しかなくて、強い高橋も見たことないし、そんな中でああいう大会でまあ強い奴らを倒して優勝してた栗田っていうのは本当鮮烈に覚えてますね。要は高橋はあんまりやってなかったってことですね、みんな。で栗田君が高橋で優勝して、実はこれまだ掘り下げでもあるんじゃないなんていう風な流れにはなりましたね当時。様々なバランス調整がされ、それとともにキャラクターを3人選んでのチームバトルシステムを新たに追加した。バーチャファイター 3TV。 3キャラとか選ばなくちゃいけないじゃないですか。僕サラサラサラなんですよ。なんで、なんかみんなね、いろんなキャラできるしみたいな、
それもね、なんか少し嫌だったんです。TV 出てちょいはやってましたけど、その後の、うん、何年か、2、3年はもう完全に空白の、3、4年ですかね。空白の期間がありましたね。本当趣味でたまに久々にカニスポとか行ってちょっと いじるとかそんなレベルでしたね。2の名残でプレーを続けていた彼らは一線を離れた。結果としてこのリリースが完全なる世代交代を告げることとなる。そして新タイトルの発売後には必ず開催されていた全国大会も 3TV に関してのアナウンスは全くされなかった。ただバーチャシーンの熱が冷めたわけじゃない。スポット21からスポーツランド中央口で通称カニスポへ場所を移し、その熱は保たれていた。彼らはニュージェネレーションによって正直言うとやっぱり TV が出て1年ぐらい経って、で残りのまあ3年4年ぐらいはだんだんともうどんどん人が減ってって、新しい人間が出てくる数の方が全然少なくて、減ってく人数の方が多くて、ちょっと物足りなさっていうのはずっと感じてたんですけれど、でもまあ週末の金曜日のまあ新宿に集まるなり、まあ休日の大会、そういうのはすごい楽しかったので、ずっと熱い気持ちでプレーしてましたね。彼らが熱い気持ちでプレーする理由、そこにはもう一つの大きな存在があった。胴体12台あります。東京都町田市にある小さなゲームセンター、そこにバーチャが置かれた日、全ては始まる。まあ、アテナがちょうどできたばっかりの頃で、なんか盛り上げたいみたいなところがあって、まあ、ちょうどそこに KK ゆきかぜっていう、まあ、今ちょっとセガの方に行ってますけど、その彼が、まあ、ここの、お店に、来てまして、で今このゲームが熱いんだよみたいな感じでバーチャを紹介されて、でそこからじゃあこのゲームで盛り上げていこうなんていう形で置いて、まあ本当一部のプレイヤーは本当やってるんですよ。でやっぱ依然としてカプコンの対戦格闘がその頃はまだ強かったんですけど、そのバーチャのその独自の盛り上がりみたいなのがもう一線を出してきまして、カプコンとは。で、まあ、それがまあ2になってもう大ブレイクって形で、だからそのムーブメントにもうまく乗ったって形なんですけどね。94年12月から始まったアテナ杯は、その後回を重ねるごとに参加人数を増やしていく。全国各地からあまりに人が集まりすぎるため、第10回以降はホールを借りての開催となる。だからホールまで考えてなかったですね、さすがに。全部お店の中でできるなと思ったんですけど、もうそんな状況ではなくて、ホールもパンパンみたいな、それぐらいだったんで、まあ、全然予想してなかったですね。町田にあるゲームセンターの大会、言ってしまえばこれだけのことだ。セガが絡んでるわけでもなければ、豪華な商品が出るわけでもない。じゃあこの暑さは何だ。楽しいからだし、まあ強い人が全員出るしさ、なんでだろうね。あ、違う、伝わってくるわけじゃないですか、みんなのバイブみたいな。あの雰囲気は楽しいしね、やっぱもうセガの全国大会と同等の扱いですかね、もう僕らにとってみれば。バーチャーを本格的に始めたきっかけも、まあ、前の名前で言うとアテナ杯なんで、やっぱそれが一番の目標でしたね。雰囲気というか重みというか、やっぱもうそこにいるやつなんて基本的に気合入れてるやつらばっかだったんで、そういう、まあ、楽しみながらもみんなマジ真剣みたいな。チームバトルっていうのはでかいと思うんですよ。やっぱ全国大会で一人となると、まあ一人
なんでしょうね、運が絡むっちゃなんか、まあ、俺も一生していけない言うのもなんですが、やっぱ多少の運が絡んだりいろいろな、まあ、要素があってやっぱ優勝っていうのもあるんで、必ずしも強いやつが優勝するとは言えないっていうような見方もあると思うんですけど、アテナ杯の場合は、まあ、3人もしくは今でいうと5人で戦ってるんで、間違いなく強い方が勝つというふうに思えるところもあると思うんですよ。そこで優勝するっていうのはやっぱり実力が認められるっていう、俺らプレイヤーの間ではそういうような感じだと思うんですけど、ね、山岸さんのパワーすごくでかいと思うんですけど、山岸さんの力だけじゃなくて、それに集まってくる人ら全員でこう作ってるものっていうのはかなりあると思うんですよ。山岸さんなくしてこのバーチャの盛り上がりはなかったと思いますけどね。よく中田のことバーチャ神って言うじゃないですか、まあ、それは確かにそうなんですけど、真のバーチャ神というか、やっぱりバーチャ司ってるのは山岸さんですね。僕が町田に行き出したのもあの人がいたからっていうのもあるんで、あの人ね頭いいんですよ、すっごい頭いい、すっごい頭がいいんだけど、ほらバカとなんか紙一重みたいな感じじゃないですか。で紙一重よりも若干ちょっとバカ寄りかなとか、そんな感じで、いやなんかちょっとネジ飛んでると思うんですよあの人。実際計算していってんだかどうなんだか分かんないところもまたいいな、味だなっていう。格闘ゲームの範疇はやっぱりもう超えてる感じがするんですよ。要は格闘で戦ってこっちが勝ったこっちが負けたなんていう感じではなくて、もっとかなり踏み込んだ、もうスポーツみたいな感じまで行ってたと思うんですけどね。だからいろんなその格闘技とか、スポーツイベントとか、まあ、アテナ杯始めたからですね、そういう K-1 の盛り上げ方とかなんかチェックしちゃうわけですよ。だからどうやってギャラリーがその何ですか、ゲームモニターに感動できるかっていうところが、まあプレイヤーとはちょっと目標とはちょっと違うとは思うんですけど、やっぱギャラリーがいっぱいいるっていうのは結果的にプレイヤーに還元されるような気がするんで、まあ A 君対 B 君が戦いました、そして A 君が勝ちましたっていうところにどれだけドラマを持たせるかっていうところに、まあ重きを置いてなんてことをやってるんですけど、まあうまい具合にそれがいっているのかななんては思いますけど。 TV 発売から4年間彼らが熱を持ち続けたその理由は間違いなくアテナ杯があったからだ。そしてアテナ杯からビートライブカップへと名前を変えて2度目の大会、今もなお伝説として語られる試合がある。いや俺も結構ね、なんですかね、ビートラの決勝とかですごい接戦とかになると結構うるうるくる方なんですが、いやあれはもう泣いてよしぐらいの本当にもうどっちが勝つか分からない状況で、最高の戦いがもう目の前で繰り広げられていて、実際闇踊りがすげえ強え強えって言われ始めたのは多分だからバーチャ3の中期以降だと思うんですよ。いや本当にもう全てが完璧で、反応も良くて戦術もすごくて、まあ、あと器用、手先とかも器用でも新しいこととかも何でもできるんですよ。よく、まあ、正確無比なマシーンみたいな捉え方をしてるところがあると思うんですけれど、僕はむしろ逆に人間臭いなと思いましたけどね。どんな相手にも2択、まあ、バーチャの要素である2択、それをもう延々と仕掛けていって、それをまあ正確にスピードも伴った状況で、状況判断も伴った状態でもうすごいスピードでその2択をひたすら繰り返す、でその2択に勝つ確率があまりにも高いと。で見れば山岸さん、ビートライブ店長山岸さんが言った、決めたミスターパーフェクトっていう、まあ、ニックネームがまさにかなりその人のプレースタイルを表してると思うんですけど、もう今でいうチビタをあそこまで倒してるのは可愛ぐらいじゃないですかね。じゃあ3年間でしたっけ、負けなしですから、ね、2年半だか3年ぐらい大会で、信じられないですいや結構ミス多いんですけど、そんな3っていうか TV はそんな取り返しのつかないようなミスっていうのがそんなにないんですよ、ね、だから
そんなに分かんなかったのかなと思ってやってる最中はミスいっぱい出してたんですけど、そうごまかしてたんですそれに来ました、闇を誰かに到達しました。ファン大会連覇のファイナリスト闇を誰、対するは地味だ。さあこれは分からない。さあファイナルにふさわしいこのカード、地味ただいか闇を3連覇か。要はそのパーフェクトなその闇を誰に対して、まあ、チビタが人間臭い読み合いで要は真っ向勝負してもう本当互角なんですよ。要はアナログとデジタルみたいな言い方はしてちょっとあれなんですけど、まあ、それぐらいアプローチの仕方が違って、それでもう本当互角なんですよ。最初すぐ2本取ってもう余裕で勝てるかなと思ったら、そっからもう OK 繋げてくれ、続いてさあどうなった、次何をしない、やだちゃうよ、まだ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 。まあ闇踊りもまあ、あの影のローキックとか肘とか、まあ、細かい技できちっと削ろうとするんですけど、チビタのその読みの鋭さがそれを上回って、それをガードしてきっちり反撃確定で返すとか、そういうなんでしょう、もう次食らったら死ぬのにそこでなんでみたいな。歓声とかがすごいんで、もう俺の方がヒールって感じなんで、チビタとかと比べるとかなりもう頭パニクりました。最初の2本は全然大丈夫だったんですけど、2本取られてからもうパニクって。モニターの情報だけなんですよ、要はそれを見て泣いたりするわけじゃないですか。それはもう違う、もうゲームの域はもうとっくに超えた、なんていうんですかね、表現でしょうがないですね、あれは。それでまあもうみんないわゆる金銭に触れてるみたいな感じで、だからそれってちょっとそう、またこれは違うななんていうふうな
印象はありましたけどね。すでに TV はゲームとして消費され尽くしていた。けれどこの伝統ある大会はそれとは関係なくテンションを上げていく。そして街にはバーチャファイター4の噂が流れ始めていた。去年の今頃の気温を覚えていないように、気候についての記憶なんてとても曖昧なわけだが、21世紀最初の夏はとても暑かった記憶がある。ウカディアとかで見る情報見るわけじゃないですか、毎月。やっぱもう大興奮でしたね、待ちわびていた感じで。いやもうこれはいけるだろうみたいなっていうか、感覚的にいやそんなことないよっていう人も結構いるんだけど、やっぱ2にシステム的にやっぱ近い部分っていうのがあるんです、あると思うんですよ。すごい動きとかが2の感覚に近かったから、これは面白いちゃうかなって。いやもうね、4は見た瞬間にもう速攻で入りましたね。なんか昔のこう血が騒ぎ始めて、でそのどうしようとか、やろうかやる前かって決意ないんです、あんまり。やるのは当たり前であって、どの程度今自分に時間が割けるかというのを考えるだけですよね。うんざりするほど暑かった21世紀最初の夏、バーチャファイター4リリース。4に2をの再現を、まあ特にオペレーターなんかそうなんですけど期待してたんですよ。今ちょうどアーケード協会がちょっと傾き出してた時に、まあ本当に救世主みたいな扱いとして、あのバーチャの続編がついにはなんていう感じで、お店の方が相当期待してたっていうのがあって、プレイヤーよりも。で、まあ、実際出て、まあカードシステムはすごい好評で、2のあの盛り上がりとは言いませんけど、相当数また帰ってきたんですよ、お店に、プレイヤーさんが。まあ、映像が綺麗になったとかそういうのいろいろあるんだろうけど、やっぱテンポ速くなったっつなんていう感じじゃないかな。っていうか何よりスピーディー、あのエスケープにしても、その、まあ、最初はすごい戸惑ったんですけど、その成功した時と失敗した時でエスケープも遅かったり速かったりするじゃないですか。でこれどうなのと思ってたけど、まあ、だんだん慣れてくるうちにすごいスムーズに動かせるようになって、ですごい展開が速いから非常にハマっちゃったみたいな。カードシステムはすごい面白いと思いますね。あれのおかげで人も多いと思いますし、俺だぜみたいなとりあえず帰ってきたよみたいな感じで、まあ、それ自分のデータが、要はロールプレイングゲームみたいなもんですよね。自分のデータが残るっていうことで、まあより一層頑張ったというか、まあ楽しみながらやってましたね。楽しいですね。楽しくなくなってたらもうまたその3の時みたいにもう全然触ってないと思うんですけど、今でも、そんな毎日まではいかないですけどね、なるべく時間ある時はって感じですね。2っぽいだとかカードがヤバいだとか、いろんな理由が。とにかく彼らはバーチャに戻ってきた。そしてシンはさらなる熱を帯びている。まあ、ついたか
ちょっと反対側で決勝で当たるような組み合わせだったんですけど、まあ、チビータが負けて、その相手がまあナポレオンで、で、まあ、ナポレオンとは一応スリーのところから顔見知りではあって、で、まあ、その全国大会の前の日とかも対戦する機会があったんでやってて、なんか面白くないプレーするなと思っててで、まあ、話す機会あったら相手が嫌がることを やるのが面白いって言ってたんで、あんま負けたくねえなって気持ちがだんだん出てきちゃって、結構熱くなっちゃうんで最後はどのように決めていきましょうか。まあ、技は特にこだわってませんけど、もうチビタとかもやられちゃったんで、あんなスタイルのジャッキーは僕は認めませんので、殺したいと思います。おお、挑発してる。で、決勝の前で普通だったらもう全国優勝がもう目の前なんで、そのことで頭がいっぱいのはずだったんですけど、あいつに勝ちたいなっていう気持ちしかなくて、あいつに負けたくないなっていう気持ちですね。どっちかって言ったら勝ちたいなというよりは負けたくないなっていう気持ちがいっぱいで、でカツカツになって自分のプレーできずに負けたって感じですね。藤井ペースが上がっている。シャインマッチからしゃがみを受けてノーサイライト、決まりました。なんていうのかな、別に対戦する上でお前もこういうプレーをしろよっていうようなつもりは全然ないし、その人はその人のプレーをすればいいと思うんですけれど、対戦して面白いか面白くないか、そいつのプレーが好きか嫌いかっていうのは別問題なんで、人間の感情なんで僕もあるんですごく。でただ相手のプレーが気に入らないと、嫌いだったということで、ああいう風な感じで言うことも言ってしまったんですけれど、別に押し付けてる気持ちは全然なかったんですけど、そうですね、言わなきゃいいのになっていうようなことなんですけどねバーチャ4になって初めてのビートライブカップ、エントリーチーム数は100を超え、有明にある大ホールを借り切っての開催となる。決勝に上がったのは関西山王会と静岡茶会。アテナ杯より続く歴史の中で初めて地方勢同士の決勝となったこの戦いは大将戦にまでもつれ込んだ。僕は副将だったんですけど、それでまあコリューに負けて、でムッキーとも大将戦になって、この一試合で全てを決めます。ここにやはりムッキーだけじゃないか。あのムッキーと負けるときすごいあっさり負けるんですね。でもその典型的なパターンで、ああもうダメだなと思ったところからだったんで、やっぱ前からやってたっていうのもあるし、あとはもう頼んだみたいな、お騒げまくってたことしかちょっと覚えてないんで、男泣きしましたよみんな。本当嬉しかったですね、あれは。あれは本当にもうバーチャル人生の中で一番嬉しかったですね。まあ本当に一生懸命やってきて、まあ、みんなで男泣きもできたし、やっぱみんなが、まあ、みんなで勝ち取ったら優勝だよって言ってくれて、みんながみんなこういいとこで活躍して優勝できたって感じで。知らない人とか、やっぱ他の地域の人が組むより昔からやってた人で、ちょうどもう切りよく5人っていうのもあったし、それで優勝できたっていうのはかなりもう嬉しかったですね、あれは。まあそこまで男泣きするほどまでとはめちゃくちゃ優勝するまで思ってなかったんですけどね、まあ、みんなも本当に一生懸命やってる奴らは一生懸命やってる奴らは逆にやってる奴のことも目に入るし、みんなにおめでとうおめでとう言われて、もう感情が高まってきましたね。
バーチャで強くなるため、それが状況の理由だった。そして彼らは強くなった。第4回ビートライブカップは初の地方勢優勝という結果で幕を閉じる。2002年8月、バーチャファイター4エボリューションリリース。新キャラクターが2名追加され、ゲームバランスも大幅に調整された。言ってみればバーチャ 4.8 ぐらいの、要するにこれは新作に近いものだった。そして同時期に他の格闘ゲームのリリースがほぼなかったため、このタイミングでバーチャに入ってくる新規プレイヤーが続出した。うん、2D ゲームがもう出ないって話をちょっといろいろ聞いて、でその時に僕、闘劇に一緒に出たジョーとトキドって子供たちがいるんですけど、その子たちにバーチャファイターやらないって言われて、どうしようか、でも初めからそんな始めるって言ったらすごい大変だと思うじゃないですか。でもその時実はチビタとオスが昔 2D ゲームを一緒にやってた時期があって、で、久々に一緒に楽しめるしと思ってやり始めたのがきっかけですね。いや、すっごい面白かったですね。初めはやっぱ他のやっぱゲームにね、カードシステムがかなりやっぱやる気というか、同段位戦とか始まると常に大会みたいな気分になれるっていうのが本当なんか好奇心を誘われるというか、セガすごいよく考えて作ってるな、まあお金はすごいかかってると思うんですけど、そこがまず、ね、カードシステムとやっぱ自分のキャラクターは他のキャラクターと違うじゃないですか。それがまずバーチャファイターが一番、そこが魅力でしたね。バーチャ4エボリリース直後に行われたアナザービートライブカップで奴らが再びぶつかる。勝つしかねえなと思って、とてもじゃないけど、お世辞じゃないけど、ゲームはうまいとは思わないですし。自覚してますね、ゲームは下手ですね。さあ、このままいってしまうのか。さあ、ナポレオン、よっ、これで。さあ、これが入って、どうなんだ、どうなんだ、肘、ワンインチ、勝負だぞ、ここ、スタート、おー、波動拳と昇竜拳が出したい時に出せないっていう、波動拳出したい時に昇竜拳が出て、昇竜拳出したい時に波動拳になったり、はーって見た瞬間、あー、バーチャだからできるんだなっていうところはありますよね。結局逆にそれが人対人のゲームっていうところだと思うんですけれど、自分でできないことが相手ができても、結局は相手がすることがさえ分かればそこで読み勝てるので、ダメージが取れるので。本日最大盛り上がり、レディーゴー、ブルブリー起こす、思い出しても嬉しいですね今。セットカウント3対2セガ勝利。いや、ほんま信じられなかったっす。あ、嬉しかったっすけど、マジで信じられなかったっすね。
とりあえずカードなくして、その大会の前の日に、もうおばあちゃんやめようと思ってたんですけど、じゃあ優勝して大覇王南明に盛大な拍手をお願いいたします。ちょっと聞いちゃおうかな。さあ、この称号どうですか？嬉しいですか？もうこれからは街でも大覇王とか言われちゃうんですよ。嬉しい？はい、まあ、ばあちゃん、地元でばあちゃんやってたら、こう珍しがってめっちゃ人入ってきて、こう大変です。まさか優勝できるとは本当思ってなかったから、うん、2やってて3やってなかったってやつとかと組んでたから、うん、優勝したいなって気持ちはあったんですけど、まさかできるとは思わなかったみたいな。第5回ビートライブカップ、エントリーチーム数190、大会総参加人数1500人。もうこれは店が開く大会じゃない、バーチャシーンのど真ん中にある一つのイベントだ。その天守はまだ上がりつつある。バーチャファイターというゲームが登場してから10年が経つ。10年前突然現れたこのリアルな格闘ゲームは今や一つのシーンを確立させている。これは間違いなく時間と人が作り上げたものだ。スタートは大好きなゲームの一つでも、こうなってくるともうなんか腐れんって感じしますよね。まあ、あって当たり前とか、うん、その距離感というのは常に一定みたいな感じ。なんていうんですかね、コミュニケーション、コミュニケーションですね。まあ池袋サラダで出ますから、別に向こうは話しかけてこなくても池袋サラダって分かるわけで、であ、まあ勝った負けた強いね、あれどうやってやるのみたいな。いや、だからすごいでっかい趣味一つですよね。別になんかそれが人生だとは思わないけど、でも別にそんな冷めてるとかそういうんじゃなくて、やっぱすごい自分の中で重要な要素の一つであることは間違いない。いや、もうここもそうなんだけど、やっぱ出会いの、なんだろう、絆を作って、何かの絆を作ってくれるものみたいな。言葉が通じなくても、そのやっぱ通ずるものがゲームなんで、バーチャファイターなんで、まあ、普通に PK とか、だシャカパンとか通じるしね。ディレイとか、まあ、そもそも英語だし、うん、まあそういうのがあるから、まあ、やっぱ出会いを作ってくる源みたいなのがあるんじゃないですかね、とりあえずね。あんまかっこいいこと言うつもりないですけど、どっちかというとそのやっぱコミュニケーションツールじゃないかなと思うんですよね。その不思議なんですけど、ゲームやってると、まあ、あのバーチャ2の頃よくあのブームマルとかが言っていたことなんですけど、台の向こうに誰が座ってるか分かる、戦ってればっていうのがやっぱコミュニケーションできてるから分かるっていうのと、あとこいつはこういう風にやってくるよなっていうのは あいつだって分かるっていうのがあるじゃないですか。そういうツールとして、でそのツールで、まあ、みんな一緒に遊んでるからこそそのコミュニケーションができる、まあ、バーチャについて語り合えるっていうのがあるじゃないですか。だから、まあ、優秀なコミュニケーションツールになってるんじゃないかなというふうに思います。理由は分かんないからな。とりあえずみんなやってるし。
ので、趣味という言葉だけではちょっと収まりきらないかなと。まあみんな分かってると思うんですけども、ゲームの域は完全に超えてるもんで、そこで死ぬほどやってるわけとかじゃないんですけど、やっぱりスタンス的には飯食おうみたいな感じとあまり変わんないですね。努力して努力して結果が出て、ああよかったまたやろうみたいな、もうどん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 ハマっていくようなそんな感じですかね。メイン趣味みたいな感じですかね。メインキャラサブキャラじゃないんですけど、やっぱまずはこれがあって他の趣味をやるみたいな、これだけはバーチャだけはしっかりある程度やるといて他の趣味もやろうとか、そういう感じですかね。俺にとってバーチャって小屋しとかって思わないですね、ええ、思えないっていうか、なんか、ええ、なんか起きればそこにバーチャあるし、仕事が終わればバーチャがあるし、もちろんそうじゃない時間もありますけど、財布とバーチャのカードは絶対持ち歩いてますからね。もうバーっていうのはまあキーワードであって、そこに集まる人たちとか、まあ、要は本当コミュニティができてて、まあ、バーチャーをとりあえずやってたり、まあ、ギャラリーでもいいんですけど、ということで、まあ、そういった人たちと、仲間になれるとか、いつ何時行ってもよーなんていう、そういった友達感覚、これはちょっと他のどうなんですかね、音楽とかスポーツとかでもあるのかもしれませんけど、まあそのこのゲームが楽しいからやってるっていうところよりももっと深いところでつながってて、だからバーチャ引退なんて言っても何年後まで帰ってきてまたバーチャやってるなんていうのはよくあることなんですよ。だからですかね、もうゲームはとに超えた存在で、そこにバーチャがあるとコミュニティがある、それが好きであるなんていう感じだと思いますけどね。この10年間でいろんなものが進化してきた。技術の進歩は止められないし、人間の欲求も止めることはできない。人が望むから技術は進歩するのであり、人は常に最新型を欲しがっている。だから新しいバーチャが出るのは当たり前のことなんだ。それを彼らはここゲーセンで待っている。もちろん待ち続けてる間もシーンは続いている。別にこの10年間は長かったなんてことを言いたいんじゃない。ただ言いたいのは、街へ出ろってことだ。優勝宣言したのに。まあ、とりあえず行ってみたらいいです。